いやあ、刹那圭介だよ。今回もやっていきます。ネームエントリー。サイドン教皇の単独での掛け算への挑戦。こいつらいくつだろうな。行ってきますぜ。ここが掛け算だ。この頂上にたどり着いた者だけが、割り算への侵入が許される。壮大なこと言いようけど、実は掛け算ができた者は次に割り算に挑戦せよっていうことじゃないかな、これ。小学校の話やな、これ。このすでに争って教師なんじゃないの。なんか教師な感じがするよね。そう言われてみたら。争の先生やって。お姉さんからおばさんになった先生やな。モンスターは出てこないから安心していいぞ。出てこんの。なんか苦労するんかな、それだったら。俺たちはここで待機する。何かあればすぐに呼べよ。了解。俺喋らないな。無口キャラなん。行ってきまーす。え、なんこれ。そなたの知恵を試す基本的な試練。大地の試練、その名も。いや、どんな試練か知らんけんな。岩を押すやつかな、これもしかして。大地の試練、掛け算だったら。そうやな。いや、これしかないんちゃう。1の段にしとこう。1の段。なめちょくっとんか、これは。ルールは？ああ、これは、同じ色のやつに入れろって、それだけか。ほんと、レベルとしては1の段でないが。引っ掛けとかないよな、さすがに。こういうことでいいんでしょ。オッケー、クリア。本当一の段みたいなレベルだったな。なんこれ。その他の知恵を試す貴族に沿った試練。第二の試練なんで、やっぱり二の段。2×2 から始まる。いや、 2×1 か。なんこれ、溶岩になってる。これはちょっと難しそうに見えるな。どうなんだろう。ん？え、何これ。はい、意味わからん。意味わからんで。規則か、なんか意味があるんだろうな。適当にちょっとこう置いて、あ、適当に置いたらできてもうた。なんか知らんけどできたんやけど。なんだったん。何だったん今の。左から順番に触っていたらなんかできたんやけど、何か知れんなんかわからんの。適当にできちゃったんやけど。そなたの知恵を示す、いやいや、そなたの知恵を試す記憶の試練、記憶か。その名も、3の段じゃ面白くない気がするけど、まあいいや。3の段。もう普通になってきました。これは何だろう。何時に問う。何時の生まれ育った村の名は。失礼しました。あー、中村と柏村どっちだったっけっていうところで、確か柏村だったような気がするよな。それは自分でつけた名前やけん、まあ覚えとるよ。何時に問う。何時を襲ったモンスターの名は。これは十分覚えとる。ブロックヨシオ入っとんじゃないか。ブロックヨシオ、あとサチコラブ入っとる。この二人混ぜといてくれんか。チャーシューだよ。何時に問う。何時を祝福した女神の名は。すでにアラサー入っとるじゃないか。あの野郎、もしかしてここで自分を選んでほしいとか言うたん。じゃんけんは絶対ないからね。じゃんけんって何だったっけ。ジョージって猫の名前じゃなかったっけか。
幸子ね。何時に問う、何時を助け共に旅する、心の奥に思い込むものの名前は、思い込む名前、見てるだけは絶対おかしいからね。これパート1見てない人が見たら何のこっちゃって思うけど、これシステム名だからね。人の名前ですらない。俺のことか。そう思うのならばきっとそうであろう。これ答えなかった。道徳だった。もしかしたら俺以外選んでも正解になっとったかもしれん。他の選択肢選んだらどうなるかやってみたいところだったな。まあいいか。すべての知恵を試す犠牲の試練。犠牲？最終試練。わあ、4から8飛ばした。4から8飛ばした。9の段。何時の一部をよこせ。は？え？いきなりレベル上がったな。小学校どころか大学でも社会人でもおかしいような問題です。何時の一部を捧げよう。どうなるんこれ。これも知恵とを試すものだとするのなら。どうするんだ、サイドン教皇。わかりました。サイドン教皇は、いえ、私は、これを捧げます。何を？何今の音？何を捧げたん？出てきた。あれ？髪型変わってない？はい、髪型を捧げた。いや、髪の毛捧げたんだ。なるほどな。確かに女の子にとっては髪は命だ。重いよ。なるほどね。無事でよかったと言いてえけど、なんで髪が短くなってんだ？これは、察するに髪は乙女の命といったところか。いやな、そういうことやな。でも可愛いよ、ショートヘアも。はい。うん、ブロックよしお、乙女心が分かってない。まあそんなタイプだろうなって思ってたけどね。刹那圭介さん、ブロックよしおさん、すでに荒沢さん、私、皆さんの足を引っ張らないように最後の最後まで頑張ります。だから最後の最後までよろしくお願いします。よっしゃ、頑張ろうぜ。で、穴の中に入ったら魔王のとこ行けるんじゃ。クライマックスだ。ここが割り算。ここを落ちることで魔王城へ行くことができる。案内はここまで。私は気づく水工場に戻る。バイバイ。あらさ、アラフォーになった時に会おうね。ここを落ちたら魔王城。軽く言いやがって。一旦休憩しましょう。よし、そうするか。で、休憩中なんだな、これセーブしとこう。私、覚悟はできています。何が現れても平気です。魔王を必ず倒しましょう。よっしゃ、その息や。魔王城を前に一休みか。そうだ、今こそこの時、飲んだくれさんの技をお前に伝授する。きたー。俺はアレンジを加えてるからおっぱっぴーって呼んでるけど、本当の名前は、きたー、お父さんの方の技の名前決めるんじゃ。アルコール 8% にしとこう。アルコール 8% だ。あの時飲んだクレさんはどんな風にやれって言ってたかな、言ってたかな。お酒を薄めて飲めって言うたんじゃないかな。水で割って飲めって言うたんじゃないかな。アルコール 8% にするためにさ。確か改造シーンが入って教えたといった感じだ。あとは実践あるのみだな。刹那圭介はアルコール 8% を覚えることができた。多分これはさ、技じゃなくてさ、どれぐらい水で割ったらアルコール 8% になるかっていうことじゃないかな。よし、じゃあアルコール 8% の分量も覚えたしやるぞ。割り算で突入しますか。よし、じゃあ行きますね。
俺たちは小学3年生、割り算なんて、ちょいや。これ割り算って小学3年生だったっけ ?3 年、2年じゃなかったような気がするけど。サイドの記憶は頭から落ちてますぜ。待てい！お前はもしかして、やっぱり四天王？我々は四天王、その名も。見かけ倒しだ自分で言っちゃった。ここから先は倒産。見かけ倒しのくせに威張ってんじゃねえぞ。倒せみんな倒せ。サイドン強化をやれ。お前もそこでアルコール 8% の出番は。アルコール 8%。 俺死んだ俺死んだがな。何してんだみんなあ、生き返った。やばだやばだ。ぐー、くそ、やりおる。だが、我が生命をかけて魔王城へは行かせん。そうは門屋が下ろさない。誰？すでに荒沢さん、なんか帽子かぶってる。いつにか帽子かぶってる。くそ、落ちろ。あらさあ、大丈夫か。めっちゃおしゃれしてきれてる。めっちゃおしゃれしてきれてるやん、お前。くらいなさい。私の最大魔法。光り新しい我らが太陽よ。その力を我にお貸しください。魔法使いの魔法、あらさあの魔法か。最大魔法でよったな。若くなりたいんでしたか。若くなりたい。ぐわーか、体がー、ここは、若くなりたいって言うたら対象のものに、自分の老けた年を譲るという。なんて怖い。怖いぞ、アラサー。消えろ。怖いぞ。アラサー怖いぞ。自分の老けを他人に押し付けるんだ。怖い。トリッピーに感謝させておいて正解だったというわけか。ここから先は私も同行させてもらうよ。もうすぐ魔王城だ。アラサーが仲間になった。あ、本当じゃ、魔王城の手前に来た。ついたのか。うー、覚悟してたのに怖かった。ここが魔王城だ。だが、この城には本当の名前がある。たけしの城の名前。確かにたけしの城じゃちょっとな。別にたけしの城でいいやん。たけしの城だ。このたけしの城には、魔王たけしの城には名前がある。たけしの城だ。真面目に言いようけど、すっごいシュールやけんな、これ。そう、ほら、しらけとんでないか。もうなんかくだらねえって頭の中で思っとんだろうな。しらけとんな。そう、てんてんてんやね。わあ、敵がいるけど今回はここまで。これ見てよ、刹那圭介が冒険しよう仲間がさ、サイドン強子、ブロックヨシオ、すでに荒沢っていうカオスな面々ですよ。なんだこれ。よっしゃ、セーブして今回はこの辺で終わりとさせていただきます。待てよ。わあ、もうみんなの名前がすごい潰れてる。刹那圭介、サイドン、ブロック、すでに荒沢だけ。刹那圭介、ブロック、サイドブロック、すでに荒沢。よくわからん、よくわからん文章になってる。なんだこれ。まあいいや、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。See you again.